今回はとある F オリジナルストーリー第2章を見た人の反応を紹介します。オリジナルストーリーをまだ見たことない人は動画後半を参考にしてください。とある F オリジナルシナリオ、第2章感想すれ。そろそろ見終わった人も出始めたと思うので、キーハラくん復活からの初手爆殺で笑った。これまで描写なかったけど結構仲良く話してるあたり、駒場とフレンだって知り合いだったのかね。さらりとドリーと顔合わせするミコト。でも言及してる余裕はないか。自分にとって都合が良い場合のみに違和感を左から右へ流す、か。新薬休館の黄金の世界への回答だとすると明確なこの世界を保つ上での邪魔者がいそう。今回の話は次回へのつなぎ的な要素が多かったな。無理にバトルになる流れをシナリオに組み込まなくてもいいのに。不良もアンチスキルもジャッジメントも麦野も何でもかんでも殴り倒しちゃってまあ。キヌハタは普通にイマジンブレイカーでオフェンスアーマー解除すれば倒せるかもしれないけど、距離取られて麦野がメルトダウナー連射してきたら倒すの難しそう。でも上条さんが勝ってるからイマジンブレイカーで攻撃を無効化しながら接近していったのかな。確かに上条さんがいろんな奴とエンカウントして戦いになること多かったね。まあゲームのシステム的にこういうシナリオにせざるを得ない感じではある。上条と馬って喧嘩というか近接戦闘ではかなり強くない？何気に死人たちは死んだ自覚はありつつも特に死因に関して恨みとか思うところがなさそうなのが違和感あるな。みんながみんな気にしないとは言っても、一人くらい言及してないとおかしくないと思うんだけど。木原または何か言いたげだった。まあ登場してすぐに爆殺されたけど、フレンだってやっぱり人を殺すことに何の躊躇もない人間なんだなって思った。リターンは学園都市でしか起きてないっぽいけど、生き返る人の条件って何なんだろうね。学園都市で死んだ人かと思ったけどバゲージ式で死んだ木原か軍もいるし、木原くんが即落ちしてるあたり、タロットとかの力を吸い出して存在を維持してる系じゃなくて、きちんと肉を持って存在してる形だよな。魔人殺しとしての13ですがいる以上は魔人案件で、ゾンビあたりかなって思うけどどういう方式で肉を調達してるんだか。カイツやドリーまで出るとは思わなかった。できるだけいっぱいキャラを出そうという気概を感じる。三坂美琴が自分のクローンを使いこなしていて笑った。シスターズがオリジナルに従順なのよかった。ミサキチは少しかわいそうな状況になっていたが、触法に関しては、体力ないのにドッジボールで1対2にされるところもかわいそう。カマチーが光沢を出してくれたの嬉しい。フレンダとフレメアの再会は感動。でもあのフレンダがフレンダの人格と姿を持った、ドッペルゲンガー的な別の何かの可能性もあるから、複雑な気持ちになる。キヌハタの水着の立ち絵見てるとなんか面白くて笑ってしまう。クローン人間。アンドロイド。230万人全員が催眠術を受けている。結局私自身も別の誰かかも。第5位とかいうエリートでも難しそうだが、特殊メイクや精巧なマスクなどは脳に作用する化学物質が薄く広く散布されている。今いる学園都市は全部まとめて砂漠にでも作った撮影セットだった。なんだかキヌハタが好きそうな話になってきたわけよ。じゃあ全部丸ごと仮想空間、風景と重なっている AR 映像。結局それはバーチャルとほとんど変わんなくない？バーチャルの時点で飛び道具すぎる。現実路線の可能性とは思えない。くっそ。ああざけんじゃねえぞ。どうする？同じ死んでる系の空気が漂う上に、俺なんかよりも明らかに闇の深さが濃いんだが。右に同じ。このヤバさは木原系かね。ま、別に私も優等生じゃないけど、こいつは特能ってわけよ。ち。となると、古き良き自分探しかっこ笑いは、結局ここまでか。ちくそぇ。なめんじゃねえぞ。死人は死人同士。結局
招かれざるお客さんは爆破処理してさようならってわけよ。ちゃんと体は動くか。あれ？死んでる人間も殺せば口封じできんの？結局復活人間同士の殺し合いはどっちも起き上がって永遠にデスマッチ。もうそれはそれで嫌すぎるけど、爆破でまんべんなくやっちゃったけど、結局どこかにコアとかあるのかな。ここ壊したら一撃必殺的な。俺に聞かれても。そうだけどさ、結局そっちはこれからどうするわけよ。理屈は知らんが、とにかく生き返ったのは事実らしい。なんだ、考えてることは一緒。これからどうなるかは読めない。だが一回くらいあの泣き虫を訪ねてみるのも悪くはないだろう。だね。それじゃあ結局可愛い我が妹のとこでも向かってみるわけよ。キョロ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 。おい人間。でもだってサーティーンですだっけ。オティヌス、具体的にお前命とか狙われてたじゃん。次はなんだ、マリアンかトールか。ぶっちゃけお前の命を狙うやつとか心当たりが多すぎる。ああ、君、こんなところで一体何をブツブツ言っておるのかね。ひとまず学生証の提示を。いやー、突然の資格。勝った。うおお、上条さんは強敵を倒し、また一つ大きくなったぞ。いいのかなこれ。そこのレベルアップバカが指名手配とかにならないと助かるんだが。サーティーンです。13。ちょっと待て、まさか12とか11とかワンサか資格が来るんじゃねえよな。これはそういう事態じゃない。というかサーティーンレスの一件はあれで完結しているんだ。多分続きはない。そうなのか。あの女、なんか自分は死神っぽいことを言ってた気もするんだけど。じゃあ何を、もう肩の力を抜いていいっていうのか。まさか。より大きな謎が残っているだろう。むしろ問題なのはあそこで割って入った連中だと思うんだが。駒場利徳は浜面のやつからそんな名前を聞いたような。それから木原家軍は俺も知ってる。でもあいつバゲージシティで命を落としていたと思ったんだけど。いやでも東京では顔を出して。 あれ結局あの後どうなった。自分にとって都合がいい時に限り人は目の前の違和感を忘れられる生き物か。何でもない。しばらくは様子見だろうしな。これはミサカの歓迎会を開催するべきなのではと、ミサカ1031号はおごりの提案をします。お金がないので経済活動ができませんと、ミサカ1032号は提案を却下します。ならお金を持っている人に頼ればよいのではと、ミサカ1031号は提案を修正します。それならばと、ミサカ1032号はすぐそこにいるガチお嬢のオリジナルの方をチラ見します。一応感動の再会だと思うんだけど、なんか毎度いちいち間が抜けてんのはシスターズの仕様なのかしら。オリジナル？はいはい、おねだりベタども、何がどうなってんのか私も聞きたいし、どこか無人店舗とか行きましょう。あらあら、ミサカさんたら白昼堂々変顔アピールしまくって一体何をしているのかしら。そのボランティア精神には全く頭が上がっ
なあ！ああ、私の妹がいっぱいいる。げ、変なのに見つかった。まだ私だって詳しい事情は知らないっつってんのに。なんでシスターズがこんなに。ちょっと美坂さん、しかもその子を実験でいなくなった個体じゃ。あんたたちとにかく構えて、そこの腹黒クイーンを大至急黙らせるわよ。勝手に了解いたしました。パニクってんのか美坂さん。はい、私も妹と遊ぶ。あれ、味方からも背中を押されて逃げ道ない感じ。待って、私こういう扱い。一応こっちもシスターズとは因縁浅からぬ関係力のはずなんですけど。これが正義よ。まあ第3位と第5位の場合は精神操作が全く効かないオリジナルから一方的に物理で殴りまくりですからね。うわ、乾杯したい気分になってきた。ファミレスはダメか。よし、まあ例の自販機でいいか。あんたたち、しかしこれは大丈夫なのでしょうか。何が。現状のミサカネットワークにミサカ1031号が自動で接続してしまうと不具合が起きそうなものですが。ビンビン、心で思ってもミサカネットワークを経由すれば全部伝わりますよ。ヒャーエッチとミサカ1031号は覗き野郎へ返礼のお作法を実行します。ほら行くわよあんたたち。はい、オリジナル承知いたしました。どうも。呪いの声が聞こえる。この科学万能の学園として。うわ、私はお腹が空いているんだよ。うそういえばサーティンですとかなんとかいろいろ忙しくてすっかり忘れられていた人の強い怨嗟が聞こえる。おい人間、まさかこのまま取っ組み合いのバトルに突入じゃないだろうな。ゴミだわ、そこのそいつら。ゴミをたくさん溜め込んでいると見たわ。今日は年に一度の誕生日なんだ。妹にケーキを買ってやらなきゃならねえんだよ。おうおう兄ちゃん、見せつけてくれるやないの。プラでもダンボールでもええから、ゴミ起こしてや。もっ、お前、青髪、活躍の場がないからってついにそんないつもの方々級に落ちぶれるだなんて。活躍とかしてますよ。これもお買い物ポイントがもらえる社会貢献だっつってんやろがい。そして誤解を解くとかじゃなくて普通に襲いかかってくるし。ブン！か、神谷、僕のゴミをポイントに変えて炭酸のイベント限定ペットボトルを手に入れるがええ。いや、おいバカ、やられる時までいつもの方々対応じゃねえか。現金じゃなくてポイントになるゴミの争奪戦だから意識のハードルが下がっているんだろうな。ぐるぐるっていうか、まだ話は終わってないんだよ。そんなのいいからこっち見て。こっち、こいつ根っこのところから天然な分だけこういう時はほんと残酷なんだよな。そもそもトーマは一体どこで何をやっていたの。ああ、いきなり変な魔術師に襲われた上、さらに謎な人たちから助けてもらったかな。そうなの。それちゃんとありがとうって言った。だよな。おい人間、
いや、いきなりすぎて状況についていけなかったけど、これはインテックスが正しいって。やっぱりありがとうはちゃんと言うべきだと思う。残念だったな。残念だったな。アンチスキル系の無線を傍受している限り、奴は倒されたようだぞ。死神サーティーンデスはとっくの昔に。ブー、まったく骨折り損のくたびれ儲けとはこのこと。おい、ちょっと待て、そのギラギラした目はなんだ。暴れたい。よせ、やめろ戦闘バカ。スパーリングの相手なんて無謀な契約は結んでない。こんなの業務の範囲外だ。今回は最強系の魔術師って下なの。なんとかしてくれよ、追加で報酬は払うから。現地の奥深くで案内役のガイドを潰しにかかるとか、死ぬ気か貴様。物足りない。チビのお嬢ちゃんって下じゃない。グングニルの廉価版とか研究しておいてほんとよかった。北欧系の下地がなければ普通に死んでたぞ。これに懲りたら戦闘バカなところを少しは直せ。目的はもうないんだろ。適当に学園都市観光でもしたら、こっそり壁を越えて脱出するぞ。いやー、それなんだけどさ、死神だっけ、サーティーンです、あの女本当に撃破されたって言っちまっていいのかね。あ、というか撃破ってなんだ、その定義は。たとえボカスか殴られて気絶したって、別に死んだわけじゃねえ。手錠をかけて留置場にぶち込んだからなんだ。檻の中でも魔術は使えるんだぜ。科学信仰の連中はだからこそ魔術に疎い。きちんと呪文は封じているか、アクセと見分けのつかないお守り関係は全部没収した。魔法陣なんか自分の血でかける、どうやって没収するんだそんなもん。まだ何かあると。さあね、こっちは鬼刑事でもなけりゃ名探偵でもない。そうなったら面白いって方に心が傾いてるだけだ。のお超ワオミヒヒ。あはそんなわけで私が復活。結局超復活なわけよ。どうよどうよ、ビビっちゃった。結局そういえば麦野ってどうしてるの。へい、元気。ああ、あれ、結局なんか私の顔を見るなりご機嫌が斜めになっちゃっているご様子。ごちゃごちゃぐちゃぐちゃうるせえと思ったら、またくだらねえ小細工した資格か。懲りねえクソ野郎ばっかりだな、アンブってな。待って、結局全体的に説明して。もしかして私が死んでる間におかしな事件でも発生していたってわけ。めんどくせえ殺す、めんどくせえ殺し潰す、めんどくせえ消し飛ばす。結局徐々にバージョンアップしていく上に、最後はもう殺す認識すらなくなってる。あ、甘ずらー、お願い、あれ早くなんとかして。うわー、俺がいきなり巻き込まれたよ。結局やればなんとかできるもんだね。こんなラッキーパンチ、むしろ後が怖い。でも結局やったのはハマヅラだし、助けられただけのか弱い私には関係ない話だな。おい、まるっきり助けぞ。ブレンダだ。
はい、このゲスプリ間違いなく超フレンダですね。もう勝った勝った。しっかし結局この調子だと我が妹はどうするかな。こういう風に殴り合いにはなりたくないもんだけど。いてはいけない人、いるはずのない人が目の前にいるっていう目撃情報はありえるかですか。うっす、巷じゃリターンとか呼ばれているみたいですけど。勉強の相談か。お、つくよみ先生ったら学校の女教師らしいことしてるじゃんよ。へへへ、勉強熱心な教え子ちゃんを思っちゃうと先生も鼻が高いのでしょう。さてさて、まず考えられるのは認識ミスでしょうか。認識、つまり姿形は全然違うんですけど、本人的には自分や死んだ恋人そっくりだとご判断してしまうわけですね。例えばドッペルゲンガーなんかはこのパターンもあるようですけど。あと単純に物理的な話もあるじゃんよ。夢がないけど。はあ、夢がないってどういうことですか。結局人間の顔なんて目鼻立ちのパターンは限られているっていう考え方ですね。いるはずのない人、すでに死んでしまった人が同じ街を歩いている。目、鼻、口、耳、頬、顎、額、シンプルに諸々の特徴が全部被っている人がいれば条件を満たされてしまうわけですよね。まあアンチスキル周りのモンタージュも目や口の素材サンプルは有限だしな。垂れ目とか釣り目とか膨大なサンプルって結構ざっくりカテゴリーされてて、フォルダの中身見ると怖いじゃんよ。つまり他人の空には物理的にありえるわけです。そういうのなのかな。何にしても現実にそこにいる以上は何か理屈がありそうなものだけど。えいえい、ゴミ集めるとポイントになるんでしょ。その辺の購買でも襲ってビニール袋を束で奪おうぜ。くっそー、電気操る力で私のサイボーグ部分をまるっと操ってんじゃねー。さて、それじゃあアンチスキルさんのお仕事開始じゃんよ。つまり得体の知れない目撃証言より普通にありふれた人間の方が怖いじゃんよ。え？え？下がれ。ただし自分の方に向かってきた場合は身を守るじゃん。その叫びで奴らこっちに来ますけど。死にてえのかクソゲ。惜しいな。変なおもちゃに頼ってる今じゃなくて、もっと全力の時にあんたとぶつかってみたかった。チッ、うぜえな。そうやって矛を収めちまうとこも含めてもったいないよね、あんた。多分昔ならあと 2,3 はギアに余裕あったでしょう。それでも第一位はキープってのが結構本気でイライラするけどよ。何のようだいい感じに温まっているみたいじゃん、この町は。そっちでもちょこちょこ噂話くらいは出回っているんでしょ。あるいは直接見たか。リターンね、死人が蘇るで。別にそれで殺した事実が変わるわけじゃねえ。罪人であることを忘れるわけにはいかねえんだよ俺たち。被害者が蘇るってスタンスなんだね、あんたは。ええ、暗部の人間ならむしろこっちに転ぶ人間の方が多いと思ってさ。殺したはずの敵が蘇る、そいつが何をするかは分かったもんじゃない。心当たりはないのかな一度殺したやつは確定してる、筋道ってやつが。何回来たって結末は同じだよ。
それにクローン殺しのプレッシャーで精神を揺さぶってくるやり口もすでに見てる。ロシアあたりでね。変わんないわよね、この世界って。ああ、死人が顔を出したくらいで世界が変わるわけじゃねえ。そいつはもっと別の力だ。あの、ビク！感動の対面だと思うんだが、それにしては空気が重い。だって怖いもん。俺たち泣く子も黙るスキルアウトとかまとめていましたけど。超ゴタゴタがあって組織とか一旦壊滅しかけてようやく穏やかになってきたところよ。そこに死んだはずの旧リーダーが帰ってくるとか波乱の予感しかしねえ。まあ今更自分の席とかはどうでもいいんだが、俺がいない間に組織ってどうなっていた？リーダー、あの野郎です。ハマズラ仕上げのやつが一人で勝手にスキルアウト抜けて逃げました。おーい、笑顔で見送ったやつが一体何を。うるせえ、黒髪巨乳ジャージの恋人とか前から羨ましかったんだ。超許せん。完全に支援。あとジャージ必須って相当業が深いぞあんた。まあ別に組織とかは。あと駒場のリーダーがいなくなった後に金髪の小さな少女からニャーニャー言われて懐かれているのはあの男です。最後に何か言うことは。フレミアは半蔵、てめえも一緒に助けたでしょうがよ。このどうしようもなく非生産的な空回り、確かに路地裏のレベルゼロって感じがする。どうよ浜瀬ら、感触的にはレベルとか能力とかじゃないもん。普通に拳で路地裏の最強取れるじゃんかよ。このごつくてでかい拳は絶対間違いねえ。マジで本物の駒場利徳だ。ティアンディティアンディ、ほらそこ、清掃ロボットこと持ち去るんじゃありません。ゴミは自分で拾え。アハハ、ティアンディ、なんだろうあれ。イベント対応で忙しすぎてジャッジメントの人たちが壊れ始めてる。ゴミを持つときはカバンの中などに隠すようにしましょう。現在路上でゴミを奪い合うトラブルが確認され。そしてどんどん世界がおかしなことに。学園都市は大体全部普通じゃないんだよ。ちょっとそこの類人猿、その手にゴミを持っていますわね。まさか路上で誰かから奪ったものじゃ。ゴミの山からニューダイヤモンド式マイクロハグレネードが。あ、ちょっとこれ本物ですわよ。一体何の運び屋をやっていますの。何、名前が長くて覚えられない。ニューダイヤモンド式マイクロハグレネード。無駄に完全記憶能力を発揮しなくていい。そんなもん関わってるわけねえだろ。不幸だ、世界一つまんねえ冤罪がここに。勝ってしまったけど、これ大丈夫なんだろうか。この人たち腕章を見るにジャッジメントのような。他にいくらでも殴り合ってるだろう。いつものことだよ、とっとと逃げろ。安心材料何もなし。トーマ待ってよ。
それにしても結局命とか魂とかって何なの？そう。おい魔導書シスターさん。でもだって実際命が何なのかなんて定義は誰にもできていないんだよ。生命力を生成して魔力を作る。それを使って組み上げた術式を発動する。時には大地の力も呼び込む。だけど力を振るうだけなら別に命そのものの輪郭に迫っているわけじゃない。地球の重力は誰もが当たり前に感じていても、その中心がどこにあるのか掘り返すのはめちゃくちゃ大変ってわけか。ん？大変ってわけか。カビ臭い図書館相手に珍しく知識面で勝てたからってどうやるな。人間死者を操るなら肉体に適切な力を注入するのが早いな。単純な事実として人間は生命力で動いているなら、それに似た力を注げば体は誤作動して動き始める。でもあれ、カエルの足に電極くっつけたような感じでもなさそうなんだよな。そう、それじゃ引き続きよろしく。もちろん水面下で。構いませんが、よろしいのですか？何が？みーちゃん、待ってよ。ドリーが遅いんでしょ？私と彼女では立場が違います。暗部が不要になったというのであれば、下手に関わらない方がいい。私がきっかけで再び泥をかぶることになるかもしれませんよ。その辺は自分で管理力しているから問題ないわ。このお嬢さんの問題ないはいまいち角度が心配なんですよね。大破星祭の時はあなたも派手にしくじっていたわよね。ネット関係とか。話は終わったわ。あれ、おじさん帰っちゃったの？一緒に遊びたかったのに。ドリー、おじさん呼びは傷つく人もいるから取り扱いには気をつけなよ。え？逆に興奮する業の深いおじさまもいるけどね。ん？ドリーに変なこと教えるな。というか、なんでナース服？これ着ているとドリーがすんなり人参食べてくれるのよ。医者や学者と勘違いされてるのかは知らんけど。美咲ちゃん、遊ぼう。ん？その胸に抱えたボールはまさか。ドッジボールで勝負だ。1対1で？じゃあ私は外野ね。もちろんドリー側の。ただの挟み撃ちじゃない？疲れた疲れた。美咲ちゃん、このボールも茂みで拾ったんだよ。ゴミの再利用。そんな危ない凶器はアンチスキルさんにちゃんと預けなさい、ドリー。それよりそのええ、おおむね真実で合っているみたい。死人が復活する。私自身自分の目で見てもまだ信じられなかったけど、でも死んだはずの人がわけもなく再び現れるか。じゃあひょっとしたらこの町のどこかには記憶を移す前の本物のあの子も。ドリー、ねえ。何？いや、何でもない。私にはあなたがいれば十分よ、ドリー。簡単に買えなんて聞いてたまるもんか。こんな感じかなと。ねえトーマ、たくさんの空き缶で地面に大きな輪っかをいくつも作ってどうしたの？何かの魔法陣？別に物自体はどうだっていいんだ。とにかく不思議なこと、目立ったことをすれば
みんながスマホで撮って SNS に上げてくれるからな。あとはどこから撮っても見切れる位置に本当に広めてほしい情報をこっそり置いておけば世界中に広めてくれる。それじゃとりあえず1031ってメモ貼って、あとはこっちの連絡先としてなんかアドレスがあればいいか。おい、それ大量の迷惑メッセージとかが殺到したらどうするんだ。自分の携帯だろ。え、だから1回しか使わないステアカ作って喫茶店で貸してくれるタブレット使ってチェックする気だけど。小賢しい知恵がついたらついたで可愛げがない。ああ、よし、できたっと。どれくらいで効果が出るかは知らんけど、ひとまず待ってみよう。そして、ある程度経って喫茶店で一息ついて外に出たら、どうして見るからにヤバそうな方々が仁王立ち。一体どんな地雷踏んだか知らねえけどよ、うちら暗部に話が回ってくるほどのしくじりやってんじゃねえわ。あ、ブルブルブルバルジュ。いきなり出てきて会話が全く通じないとかめんどくさいよ。ま、彼女は玉の休日を潰されて超怒っているってわけですよ。そもそもこういう真っ黒な仕事の窓口がまだ生きていたこと自体超ご立腹ではありますけど。そちらは会話とか通じる人？はい、通じます。その上で冷静に超ぶっ殺しますけど。勝てた？どうすんだこれ、勝っちゃったよ。おい、ま、勝ったら勝ったで問題が増えそうな連中ではあるけどな。キャー、なになになに？借り物のタブレットにメッセージが届いただけだろ。なにこれ、ビデオ通話の誘導か。よ。はい、お久しぶりですと画面の向こうでミサカは頭を下げます。本当に。いや、まあ結局謎のゾンビモードとかやってる場合じゃないんだけど。というか今の誰だ、なんで襲われた。知らないわよ。結局今日も学園都市は元気ってことでしょ。こっちは普通に麦野の手で二つに裂かれて殺されかけるし、なんかこう思い描いた通りにはいかないわけよ。まあ俺たちがいなくなったことで別の安定を見せているのだしな。今さらそこに顔を出してもすでにできているバランスが崩れて不安定化するものなのかもしれない。向こうからすればやっと塞がりかけたかさぶたを剥がすような感覚かもしれん。結局どうするわけよ。このまま我が妹んとこ顔出す？またあんな風になったら私立ち直れないかもなんだけど。俺もそうだが、どうも手遅れらしい。ん？すでにそこにいる。こっちを見ている。はあ、フレメア！にゃーにゃー。だいたい何がどうなっているの？お姉ちゃん、それにみんなも。ここは譲る。言ってやれよ、お姉ちゃん。ガン、ただいま、我が妹よ。
君か。あんたは木原カグン。ベルシ。自分の状態もはっきりしないのに過度に干渉するのも問題だと思うが、つい暗がりで泣いている学園都市の子たちを見ると手を差し伸べてしまってな。マジかよ、普通にヒーローやってるじゃん。トーマに言われても。そんなわけで町のならず者たちがやってくるぞ。は？お礼だお礼だ。あれ、お礼参りだっけ、お宮参りだっけ。卒業式にやるのはどっちだぜ。参ったぞ。お礼でもお宮でもいいけど、とにかく参ったぞ。ありったけの次世代兵器を抱えてな。もう不幸だし、やっぱり巻き込まれているじゃんよ俺。なんだかんだで勝つんだもん。能力のないレベルゼロの方が相性悪いはずなのにな。私も知らない武器がある。学園都市の技術進歩速度は相変わらずだな。しれっと全滅させておいて何言ってやがる。なんか復活したんだし、会いたい人とかいねえのか。だが気をつけろよ。え？今ある状況は明らかにおかしい。私が自分で言うのも妙な話かもしれないが、でも君は目の前の違和感をさほど拒絶していないように見える。それは人は自分にとって都合がいい時に限って目の前の違和感を右から左に流してしまう生き物だ。高額の宝くじが3回連続で当たったとする。さすがに違和感があったとしても、それを深掘りしてどうする。大金を棒に振ってまで真実を知りたいかと。でもこれは明らかにおかしい事態だ。覚えておけ。どれだけ自分にとっては嬉しい事態であっても、普通ではないことが確かに進行しているんだよ。シェリーさん。うん。学園都市は壁の内側が専門と思っていたけど、意外といるもんだな。外周の外側を私服でこっそり警備する連中。まあ、不審者が入る前に阻止する方向が彼らにとっても一番望ましいでしょうからね。そんな理屈で一方的に国境を割られちゃ国際問題だがな。あくまで学園都市は国ではなく町って扱いか。ひとまず壁の外に陣は構えていますけど、この後はどうなるんですか。何も変わらないわよ。今回の件に魔術が関わっているという証拠が出た時点で、私たちは大々的に介入する。協定は無視していい。死人が復活する、そんな魔術を科学サイドに観測されるわけにはいかねえ。原因をたどられないよう全部ぶっ壊して痕跡すら回収する。十字教にとっても重要な奇跡ですもんね。ある意味で象徴と言ってもいい。そう、死人の復活なんて大いそれと実行していい術式じゃないのよ、エリス。それにしても一度壁を越えて潜った経験をこんな形で買われるとはね。こっちとしても2000人以上の魔術師をこっそり壁越えさせる自信はないってのによ。そうなったらもうこっそりとじゃ済まなくなりますよ。あと、うん、仮に今回の件に魔術が関わっていなかったらどうするつもりなんです。何しろ復活だぜ。聖書にも出てくるくらいだ。正直その線は限りなくゼロに近いとは思うが、その時はどうなるかな。魔術サイドにとって害になるのは間違いないんだ。あの腹黒アークビショップが何もしないはずないわ。黒いんですか。気づいてねえのはお前くらいのもんだ。適当に難癖つけて疑わしいで誤爆させる方向にもなりかねないわよこれ。